どうも、今回はですね、シェルを作るときに注意するポイントをお話ししたいなと思います。なぜね、こういう動画を撮ってるのかと言いますとですね、最近ね、キャンプブームというか、キャンピングカーブームというか、少し世間でも認知されつつある中でですね、まあ僕たちがいろいろこう、やっぱ日本一周してる時にね、まあ出会う方とかで、バレーにシェルに乗ってる方とか、いてるんですよ。いわゆるキャンパーシェルというやつをですね、乗せて、走ってる方が多いんです。自作してる方もかなり多いみたいで、そうやね。はい。まあそういうところでの注意のポイントを、お話ししたいなと思います。ということで早速やっていきたいんですけれども、はい、まあまず僕たち軽トラック、軽自動車っていうところを前提に、はい、お話ししていきたいなと思います。普通車に関しては、うん、一緒のポイントもあるし、やっぱり数字が違うかったりね、高さであったりとかっていうのがあったりするんで、ただでも守らないといけないところは積載物に関してはもう一緒なんで共有してもらえたらなと思います。でまずね、軽トラックの上に乗せるタイプ、僕たちがこのね旅基地と称しているキャンパーシェルなんですけれども、まあ、ここに関しての注意点です。あくまでも何度もね動画では言ってると思うんですけれども、荷物扱いというところで積載物としての法律があります、はい、まず軽自動車、普通の軽自動車であれば高さが地上から2メートルまでって決まってるんですけれども、積載物となると地上から2500、高さが2500までっていうのが決まっております。ここは必ず守らないといけないところですね、はい、はい。あと長さなんですけれども、軽トラックでだいたい3340、うん、っていうことは1割出すことができるんですよね。車の全長の1割出ていい、そういうことです。まあ、軽トラックってやっぱりみんなこう規格に対してギリギリに作るものが多いから、そうやね、ちっちゃい分大きく作りたいからね。そうそうそう、大きく作りたいから、うん、メーカーさんは、うん、で法律もここ多分25年ぐらいはこの規格で変わってないと思うんですけれども、1割ずつ出すことができるっていうとこですね、うん、後ろをね1割出すっていうの結構知ってる人多いと思うんですけど、うん、実は前も1割出すことができるんですよ。両方で取ってもいいってこと。そうなんです。ただ各出すサイズは車両の全長の1割ずつという形になりますね。だいたい3340やから、まあ334ずつ、まあ34センチずつぐらい出すことができます。はい。はい、で、横なんですけれどもね。はい。これは1ミリたりともボディから出てはいけません。ラッシングとか荷物を止める、トラックとかよく止めてるこう、紐とかね。うん、まあ、ああいうのはもうどうしようもないんで。荷物を止めるためのものであれば、OK。そういうことです、そういうことです。はい、ただ、横幅に関してはめちゃくちゃシビアで、もう1ミリたりとも出たらアウトになります。はい、約 1.48 メートルが軽自動車の幅なんですけれども、それよりも1ミリでも出るともうアウトになってしまうんで、はい、横は本当にめちゃくちゃシビアなんで、はい、たまにね、ミラーところまで OK と思う人がいてると思うんですけど、うん、ね、それはアウトです。煽りの、そうそうそう。そうね。そうそうです、そうです。そこが一番注意しないとダメなポイントかなと思います、はい。横にたまにね、なんか線を入れるやつつけたりとかしてるのをたまに見るんですけど、そういうのあんま良くないなと思います。横にね、物をつけるっていうのは基本的に多分やらない方が一番いいんかなっていう。そうやね、はみ出てなければ。はい。車の後ろに自転車とか乗せてる方いるじゃないですか、こう横にこう向けて、うん、あれも自転車が出ちゃうとアウトなんですよ。ああ、積載物、ね、積載物としてね。なので例えばこの 1.48 の間に収まらないものを積むってなると、高さを低くして上に乗せるとか、うんうん、まあ、そういう工夫をちょっとしないといけないかなっていう感じになります、はい、続いて重量ですね、うん、まあ、これは多分皆さんほとんど知ってると思うんですけども、軽自動車の場合は350キロになりますね、はい、この軽トラックの場合は350キロになりますんで、そこは必ず厳守して、はい、行きたいなと思います多分鉄とかで枠作っちゃうと、もう枠でカツカツ、結構きついな。で、うん、木造でも何も考えんと壁とかも全部木でやっちゃうと、あ、そうですね、カツカツ、はい、っていうぐらいの重さですね、うん、350。そうですね、だから自作でする場合は材料を購入した時に重さを測っておくとかね、うん、まあ、そういうのをして、まあほんまに足し算していく、うん、シンプルにの方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、まあなんか物積んでいくとかってなると、うん、280、まあ、300キロぐらいまでに収めれたらいいかなっていう感じはします、うん、はい、はい、で、まあ、固定方法なんですけれども、僕たちが使ってるラッシングね、あれはまあ、セーフなんですよ、実際ね。荷物を止めるためのものだから。そうなんです、そうなんです。あともう一個の固定方法としては、ターンバックルがあるんですけど。ボルトみたいなの。そうそう、こう、ビューっとこう、伸ばしてて、こうね、うんうんうん、やっていくやつがあるんですけれども、まあ、それの場合は、横が出なければ問題ないと。煽りの外に出る、そうそうです。中に収まってたら OK。OK です。だから、ターンバックルで固定したいなっていう場合は、荷台の幅よりちょっと短めにして、うん、ターンバックルを止めれるように工夫すれば問題ないんじゃないかなと思います。はい。はい、
だからボルト系は OK やね、うん、そうなんよ、外せるから。まあ、正直グレーゾーンってあるとは思うんですよ。例えばすぐ外せれるものはその限りではないとかっていう文言があるんですよね、法律に、うん、ただそれが具体的に何かわからないというところでもうそういうのはつけない方がいいと、まあ、もちろん、うん、いう方が確実かなと僕は思います。で、あれやね、溶接して止めちゃうと、うん、まあ、アウト。これはもう構造変更として届けを出さなあかんから、はい、荷物扱いじゃなくなっちゃうと、はい、そういうことでございます。はい、取り外せれるようにしとかないとダメ、そういうことです。まだ溶接とかもうがっちり固定してしまうと積載物としての扱いじゃなくなってしまうというところの注意点ですね、うん、はい、あとおまけとしてね、普通車の場合なんですけど、うん、例えばボンゴのトラックとかにこういうシェルを乗せるとか、まあそういうのでも基本的に横幅とか長さはもう前後は全く一緒ですね。あと高さだけはそういった場合は 3.8 メートルまでいけるようになります。はい、はい、3.8 って結構高いんでバランスすごいこと、これより 1.3 高いと 3メートル高いから 1.3 メートルだいぶでかいよ、だいぶでかい。積載物としての法律はそういう感じになってますね、うん、はい、ということで少しでも参考になればなと思います。はい、はい、ということで今回の動画どうだったでしょうか。どうぞ。YouTube 以外にも Twitter、Instagram もやっているのでぜひご覧ください。はい。あとあれですね、旅暮らしショップ、はい、はい、オープンしておりますので、皆さんどしどし新しいねものとかも、発表されましたんで、気になる方は、概要欄から行ってみてください。はい、よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。